はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。このね、お隣さんのね、汚染水コント、これはね、いや、まだまだ笑いますね、これね。しばらくこのネタはですね、いろんな笑いを提供してくれるんちゃうかと思うんですけど、これも笑いましたね、これね。6月8日の5時46分に出た記事でして、汚染水放出のバタフライ効果か、天秤塩ですかね、天秤塩買いだめ、動揺する自営業者韓国というんで、ハンギョレでございますけど、天秤塩でいいのかな、これ気になるわ、ちょっと調べよう。まあ、読み方なんかどうでもいいっちゃどうでもいいですけど、それがちゃうとか言ってね、時々文句言われる人いるんですよ。まあ、もうあんまコメント読んでないんで、関係ないんですけど、なんていうの、天秤塩っていうのはあるんですね。読み方書いてないやん。天秤塩ですかね。天秤、いやー、もうめんどくさい。読み方だった。天日炎。すいません。そういうのあるんですね。僕は知りませんでした。天日炎。はい。天日炎100万ウォン。かっこ約10万7千円分も買っちゃいました。塩10万7千円って、塩ってこれくらいの、1キロぐらい入ったの100円くらいで売ってません？それを10万円買うってすごいやん。塩3袋積んであります。先日韓国のポータルサイトネイバーの自営業者のオンラインコミュニティで塩を大量に購入したという投稿が上がった。先月31日天日塩を一度に100万ウォン分を買ったと投稿した自営業者は、塩がかなり高くなったと述べた。なんで高いの、来月には余裕があればまた買うと付け加えた。このような動きについて、価格のさらなる引き上げに備えた買い置きだとするものと、福島第一原発から汚染水放出を前に不安が高まっているためだとするものの2つの意見が割れている。福島でね、放流水出したらね、もうね、塩汚染されてるからね、食べたらあかんねんて。実際にコミュニティオンラインでは、うちは刺身食堂なので心配は並大抵ではない。ね、さっきも言いましたけど、刺身と普通の魚がさ、仮にね、影響されたとしてね、放射性があって、だ刺身と煮たり焼いたりした魚とどこがちゃうのみたいな。これやるために笑うんですけど、焼いたらね、放射線って飛んでくの。聞いたことないねんけど。で、刺身の方はあかんの食べたら。はい、汚染水が放出されれば一番の問題は塩だと思う。水産物は食べたくても我慢すれば済むが、塩は必要不可欠だからの意見が分かれてる。まあね、真面目にやったかもしれないですよ、皆さんね。真面目にね、日本が福島でですね、放流したらですね、処理水放流したらね、もうお魚食べられへんって言わんって。塩の回収ははっきりとは、もう塩もあかんねんって。でも、塩って別にあれ、海のから取る塩の他に化学合成もするでしょ。どうでもいいっちゃどうでもいいですけどね。塩の買い占めははっきりとは確認されていないが、実際の塩の価格は上がっている。韓国政府は天日塩の産地価格20キロあたり4月第1週14,000ウォンが約1500円に比べて、6月1週は1万7000、これ多分7000円でしょうね。700で買ってますよ。約1910円。まあ 26% 上昇と。ただし政府はこのような価格上昇の主な原因は天候だとの立場だと。塩の値段ってそんなにこう、みんな気使ってます？聞いたことないけどね。新聞に出てるんでしょうかね。よう知らんけど。
まあまあとりあえずそんな記事でございまして、これも多分これはね、書いてませんけど、書いてませんって政府は否定してるみたいですけど、ほぼあれでしょう、やつら言うところの汚染水、日本言うところの処理水の影響でですね、もう魚食えようなんてとかね、もう塩あかんねんとかいう話だったでしょう。その魚食ったりですね、塩あかんようになったら真っ先にですね、日本人は今頃半分ぐらい死んでなあかんって思ったんですけど、そういうふうなですね、ファクトチェックの処方の処方の処方ができない人々なんですね。ほんでデマがですね、やたらとこう、向こうでは階段というそうですけど、デマがやたらと広がってですね、そのデマでですね、本気になって、それを行動に移す人がやたらと多いわけですね。再々取り上げますけど、2008年にアメリカで狂牛病が発生いたしました。アメリカの牛肉がですね、それがですね、それを食べたりすると人間にうつるんちゃうかというような話になりました。それでですね、それがお隣さんの国中に広がってですね、そういうデマがですね、でその韓国人はですね、狂牛病になりやすいって誰かが言うたらしいんですよ。それが信じられてですね、あかーんとアメリカの牛肉とそれをですね、狂牛病反対とかいうデモになった。それがですね、ソウルの大通り、メインの大通りを埋め尽くしたわけ。何十万人もの人が出てきて、それデモをしたんですよ。今でもあれですよ、ネットで言いますよ。アホかしらって話ですよ。いや、なんなんそれっていう。それ街に出て、狂牛病反対ってデモすることで何の意味あるんやろって。ちょっと考えたら、そう思うんちゃうかって言うんですけど、思っちゃうか僕は思いますけど、向こうの人はそう考えないわけですね。でもうやんやの連日連夜大騒ぎでしたよ。ほんな嫌やったら食べへんかったらだけの話でしょ、アメリカ製の牛肉を。でほんで輸入反対とか言うて、そんな言うても別に輸入せえへんかったらだけの話でしょ。なんでそれを街に出てデモをする必要があるんやろって、ようわからん。でもそのようわからんっていうことがお隣さんで起こってて、これを笑おうと思ったらむちゃくちゃおもろい話やっていう、ふちゃうのってこと、あの人らなんなんあれみたいなですね、そう思えばですね、笑い話できるわけです。いや、その笑い話するしかないですよ、ほんまに。うわ、何したはんやろ、あの人らみたいな。それとね、同じようなことがお隣さんではね、いくつもいくつも起こるわけです。それ、街に出て騒ぐようなことですかみたいな。でこのあれですよ、デマが広がってそのデマに踊らされてですね、社会的な大騒ぎになるという問題ですね。いかにこうデマに弱いかということですね。あれもそういうデマなんですよ。旭日旗は戦犯旗とかっていうように言うたはるで言いますけど、明らかデマなんですよ。そういったことは一切ないわけなんですけども、誰かが言い出してそれをみんな信じると。つまりファクトチェックはですね、国全体としては甘い、むちゃくちゃ甘いというか、ファクトチェックということ自体をやらないんちゃうかなというようなんですね。そうなるとですね、お隣さんというのはですね、そういうことに関してはむちゃくちゃ弱い国、情弱、まあ、国ごと情弱ということになりますね。今後だからチャット GPT とか出てきたらですね、真っ先にですね、デマが広がってですね、社会混乱するのはお隣さんではないかなという気がしますね。もうすでにそれでこの処理水問題で塩はあかんとか言ってるわけですよ。うちは刺身屋やからあかんねんとか言って真面目ですよ彼ら。非常に真面目にやった言うたはるわけですよ。でこれ今回そんなにね大騒ぎにならないんで残念なんですけど、もしこれが3年ぐらい前のムン・ジェイン政権の時であれば、今頃街に人が出て大騒ぎしてるんじゃないかなという気がします。なぜ政府がわーっとこう温度を取ってやりますからね。ムン・ジェインの時は4年前のノージャパン運動なんてまるっきりそうで、政府が温度を取ってノージャパンやーってやったわけですね。まあ表だってありませんよ。でも裏がバックでですね、温度を取って市民運動を焚きつけてですね、ノージャパンやーってやってですね、結局でもそれでもね、あれなんですよ、損するの自分たちなんですね、全部毎回そうですけど、毎回のこの大騒ぎコントはですね、損するのは自分たちの誰かなんです。
いやそれに気がつかないし、そうなんて言いますかね、あの狂牛病騒ぎをですね反省するような記事もほとんど見かけないんですよね。だから同じようなことをこれから何百年ってやっていくんちゃうかなという気がします。はい、一応このハンギョレのですねアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。